改めてあなたたちのおかげで第一世界から罪悔いの脅威が去り、この地を覆う光もまた消え去った。これで全てが元通りとはいかないものの、ここから少しずつこの世界は浄化されていくだろう。つまり第一世界は統合から遠ざかり、原初世界における第八霊祭も防げたと言っていい。あなたがもともといた未来に進むことはなくなったという意味でもあるけれど、消えたりしないのね。どうやらそうらしい。歴史から切り離されてなおあの未来が存続しているのか、あるいは私という存在がこちらの歴史に刻まれたからなのか。しかし私が残ったことによって困った事態にもなっている。本来ならあなた方の魂は召喚者である私の死をもって原初世界に返されるはずだった。だが私がここにいるばかりにあなた方もまた第一世界にとどまってしまっている。帰れないのは残念ではあるが、方法なら改めて探せばいい。今度は君が死ななくても済むものをね。どの道すぐ帰るつもりはなかったし、こっちでお世話になった人たちを訪ねるためのおまけの時間ってことにしておくわ。しかし原初世界側の様子も気になるところではあります。タタル城や皆さんも一日先週の思いでお待ちなのではないかと。なあ、お前だけでも一度原初世界に帰ってタタルたちへの報告がてら様子を見てきてくれないか。そういうことであればすぐにでもここから送ろう。私たちは一度解散しておきましょうか。それぞれ気になっていることもあるでしょうしね。水晶校、その人が戻ってきたら私たちに知らせをもらえるかしら。それから今度は変な場所に飛ばさないようにね。大丈夫だ、ずれたりしないし他のやつも巻き込まないさ。
実はちょっとだけホッとしてます。すぐ皆さんとお別れになったら寂しいなって思ってたから。必ずまた戻ってきてくださいね。行ってらっしゃい。気をつけて。では魔気を起動しよう。少し待っていてくれ。もう遥か昔になった。子供の頃、歌に本に歌われる英雄が好きだった。それは遥か届かぬ星のようで、何度真似をしてみても本物になれることはなく、しかしある日思いもよらず目の前で瞬いたのだ。この英雄の見据える先には何があるのだろう。私もそれを共に見ることが叶うのだろうか。気はしない。そのための勇気だってもう十分にもらったじゃないか。だから眠っている場合じゃないぞ、グラハティア。また見張りがやられてやがる。ウヌラはこのまま正門まで進め、状況を把握し次第即時連絡せよ。こいつも迷いなく急所を切り裂かれてるぞ。帝国の城ってのは随分物騒なところだな。悪い、軽口が過ぎた。捨てたとはいえここはお前の。構わぬ。我とてこの異変に乗じて潜入を企てたのだ。この者らに手向けられる言葉はない。今のは陛下。おい、
成か。ガイウスか。遅いな。貴様の役目はもうないぞ。ぬわ、なんだ。アシエンと言った方が救いがあったか。あの化粧ならば肉体を捨てて逃亡した。せっかく俺との戦いが楽しめると思ったのだが、失望だ。しかして俺は俺の体を取り戻した。ゼノス・イェーガルバスの魂と肉体はここに再び結ばれたのだ。おい、どうする。盤上に置かれてたのはとんでもない駒だったようじゃないか。無な言葉、我が剣にて確かめてくれよ。待て。今の話に嘘はない。この者はゼノスであり、その肉体を使っていたアシエン・エリディブスは空を裂いて逃げおおせた。だがゼノス、我が愚足よ。聖者へと帰るにとどまらず、この国を掌握しようなどと、不相応な野望を抱いたものよ。うぬぼれるな。この国の使命、歴史からの真なる解放と人の存続、貴様ごときに背負えてか。は、分不相応とは己のことでは。あなたは始祖から継いだ国を維持するだけのことに必死だった。俺はあなたの窮屈で退屈な思想など継ぐ気はない。ガレマール帝国を掌握するつもりもない。ただ邪魔者を消しに来ただけだ。退屈な戦、くだらぬ兵器、そんなものに俺の獲物を奪われてなるものか。お前はまさかそれだけのことで。それ以外の理由などいるまい。俺の狩りの邪魔をするならば、ことごとく死ね。うわー。哀れなアシエンから聞いたぞ。ゾディアークにハイデリン、星の意志すら作られた力に過ぎないのだと。ならば次はそれを食らって殺し合おうぞ、我が友よ。ゼノス、貴様は。
ー